ダークセイバーです。今回は、ソングラインの後輩相手が判明に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。スワーブリチャードを予定。シュネルじゃないんかい。スーわスワスワスワ。シュネルファン、脳破壊。期待されてんなー、スワベ。シュネルは来年以降お待ちください、コースか。まあ G13 章の名品にどう転ぶかわからん。G11 章の新種ボバはつけないわな。スワーブはようやく実績出たばかりだけど大丈夫なのかしら。クロスコイなー。ロマン派なのは勝美さんじゃなくてテルヤさんの方だしな。シュネルとの配合を見たくなかったというと嘘になるが、さすがに新種ボバと3区デビュー年に、めちゃくちゃ実績残した種ボバで天秤にかけたら後者になるのはしゃあない。まあシュネルつけてもマイラー以下の距離適正になるの確定だろうしな。そりゃ同期でライバルっていうロマンではつけないよな。おじさんが頑張って結果残すしかない。まあイクイノックスに取られるよりは実績残したスワーブでよかったと考えよう。イクイだとタイドディープの前傾弟クロスがやべえことになってマウンで選択肢に入ってないかと。やるならソングラインの娘をイクイに。って方向に行くんじゃないかな。イクイノックスだとディープイコールタイドの前傾弟クロス 3×3 になっちゃうから、そうそうやらんと思うけど。頑張れシュネル。めちゃくちゃ良い3区を出しまくるんだ。そうすればソングと交配できるかもだから。ライバル配合ロマンあるから見たいけど初年度ではね。シュネルが主ボバとして活躍して成立する日を祈りつつ気長に待つよ。お互い初年度だしまた次ってことで。普通事故防止のために初年度同士はやらんよ。期待してる牝馬だと特にね。逮捕マリリンは普通じゃなかった？普通じゃないです。シュネルは傾向もわからんしな。普通じゃないわ。あれは岡田スタッドだからやることだし、さすがにタクトにはベンバドルだし。マリリンはコスモブリューファームやでだから余計に普通じゃない。引退レースがありまで一緒で複数回一緒に走ってる初年度の G1 馬同士の配合なんてレアモレアよ。初年度同士だと不慣れかける不慣れで事故が起きる可能性も高いからね。逮捕もある程度都市上牝馬を十数頭抱いてからマリリン相手するかも。一体いつからマキオが普通だと錯覚していた？マリリンほどの馬なら他にも選択肢あったので、はい。それこそマリリンなら血統的に北さんつけれるんじゃなかったっけ？意外とライバル配合ってない気がする。それこそ短距離マイル路線の爆心とフーちゃんは実現しなかったしな。シュネルとソングに関しても距離延長狙った配合になるのはしゃあないと思う。カナロアとカレンちゃんぐらいか。初年度で最強マイラー作ろうなんてガン決まり配合ギャンブルはね。初年度同士だとお互い場数少ないから、何か悪い事態起きる可能性もあるし、そりゃ無理。シュネルと良いなぁと思ってたけど正直スワベめっちゃ楽しみだ。濃いけどロマンある。ノーザンがマジでディープかけるハーツに何か見出してる切ない？ディープシュボバにやたら母父ジャスタウェイとか回してる。そういやテオレイマもコントつけてたな。どうでも良いけどテオレイマは父も母も初年度で交配されて生まれたねー。よううまく出世したもんよ。スワベも安田記念で構想実績ありでマイル路線狙ってるのも良いし、なおかつ距離延長も望めるし、もしやこれは良いペアなのでは？男を知ったシュネルと女を知ったソングでまたやればええんや。逆。めっちゃ間違えてた。普通に恥ずかしい。ソングちゃんイケメンだからね、仕方ないね。おかん以上に右回りダメそうな馬出てきそう。いやー、スワベさん本当に躍進したね。クラシックが繁殖の市場目標なのでマイラー同士はね。マリリンの馬主は総帥マキオさんのお兄さんの三男だから、マキオさんの一存でできる配合じゃないぞ。岡田一族はテルヤ氏をさらに突き詰めたロマン派を兼任してるから、やりたい時はやるんやろな。もう？前年にスワーブつけてた牝馬を抱くしかない。スワーブリチャードはサンデーサイレンスの 3×4 クロスが走るから、そりゃ候補になりますね。いい夫婦の日にダブル引退発表してことぶき退社やんけーって、林立てた俺たちがバカみたいじゃないか。言うて冷静に考えればクラシックを勝つ馬を生産するのが史上命題な中で、ソングにシュネルつけるわけないって分かったし、何年か繁殖やって何をつけてもソングラインは3区の距離延長できないタイプって、判明してしゃあねえ最強マイラー作るかってなればワンチャン。すいません。ソングかけるスワーブ本3部ください。デビュー戦右回りだったら抗議する配合。周囲の声いちいち聞いてたらばさんなんてできんよ。成績が逆だったらな。ちょっとソングラインが強すぎた。普通に初年度同士は事故るかもだからやらん。クラシック取れる馬作りたい距離。SS のクロスタ小国でも走れる種ボバつけたい。早熟性確保したい。そりゃあスワーブですわ。早熟性はソングライン桜花賞まともに走れずで NHK マイル2着だし、別にいらなくね？って思うけど、G1
絆3区全体としての早熟性が微妙だし、G1 初勝利は4歳春だからタスに越したことはないか。仮にソングラインが NHK マイル勝って早熟性は十分と判断されるとしても、その場合勝ち食らう奪われるのはシュネルだから結局配合には繋がらない悲しみ。グランは何年目にモーリスだっけ？結構早かったよな。というか最強マイラー作りたいんならシュネルじゃなくてモーリスつけるか。今受胎中だから2年目やろモリグリア。スワーブリチャードさん、変な配合も勝ち上がらせたからな。実質ハーツが 2×3 クロスしてるも同然のやつが。そういえばヤマトや暁オーナーのジャスタウェイ名付け配合もハーツくらい、アドマイアベガで 2×3 だったな。案外ハーツの濃厚配合はどうにかなるんちゃうかこれ。シュネルが初年度からクラシック候補ば出せばいいんだよ。種付け相手でマウント取る格中という地獄の光景が見れてくさ。スワベさん食ってまだ完成してないこれから仕上がるとか言われながら10勝2勝1つ G1 上げたし、今年の2歳世代や1歳世代に怪物候補がいるとかじゃないと、あんな凄まじい値段にならんよねー。スワベは相手サンデー系やハーヘア入りが結果残してるからねー。サンデーの 4×3。3×4×5 やね。初年度同士は難しいとはいえ、シュネソンが見たかった。スワーブは気が濃すぎないか。イクイノックス取れなかったのかな。ソングラインは絆牝馬だからサンデーサイレンスが4台前に入って 3×4 に。と思ったら、そもそもソングラインが 3×4 を持ってるから 3×4×5 になるんだった。スワーブリチャードは母系によっては自身に似てないマイラータイプも出せるし、父にでもよし、母にでもよしな楽しみな配合。突然ソングラインを寝取られたシュネルマイスターの気持ちを思うと涙が止まらない。しれっと現れてソングラインを寝取っていくスワーブリチャードさんさすがっす。やっぱりこれだけの名品になると実績重視でお相手が選ばれるのか。シュネルマイスターは3年目までに実績積んでお相手に選ばれてほしい。かっこいい旦那じゃん、と思ったけどソングラインじゃん。どんなボバが来てもソングラインの方がイケメンじゃないか？シュネルマイスターとの後輩を期待してたけど、スワーブリチャードになったか。楽しみではあるけど、シュネルとも一度は後輩してほしいな。いつかシュネルマイスターとの子供がターフを走ってる姿が見たい。ソングラインの配合相手はスワーブリチャードか。サンデーサイレンスがもう一台奥だったらな。シスキンかシュネルマイスターがいいと思うけどな。よし、ジャックドールを車台に入れよう明暗。顔立ちがやたら男前なんだよなソングライン。ボバと並べるとどっちがボバかわからんくなる。ソングラインまさかのまさかでサンデーサイレンス系しかもスワーブリチャードが初年度の後輩相手という衝撃。ソングラインの初後輩相手はスワーブリチャードなのか、これは左回り最強が生まれるの確定だな。安田記念と秋天3連覇しそうな配合だ。スワーブ×ソングラインに文句つけるカプズキおるけど初年度同士は避けるのは当然なんだよね。逮捕マリリンはかなりのレアケースと知ってもらいたいな。イケメン牝馬のソングラインと童顔お坊ちゃんのスワリチャのコンビというのも面白い。3区はどっちに出るか。ソングラインの初相手はスワベか。まあ繁殖初年度同士は避けるよなそや。ソングラインはイクイノックスはシュネルマイスターが良いんだけど、スワーブリチャードは嫌だ。せめてブリックス&モルタルとかさ。ソングラインちゃんスワーブリチャード？なぜ、元からサンデークロス持ってるのにまた重ねるの？金亀系は嫌だなぁでもドレフォンもストキャガーとはかすかに思っていたがスワーブリチャード？シュネルじゃないんだまああれも、まあ、仕方ないか。ソングラインのお相手スワーブリチャードとは意外な。ソングライン自身絆とアグネスタキオン入ってるからこれ以上サンデークロス作らないと思ってた。